今日は、お花屋さんの有花園さんに来ていただいて、お正月のおすすめ花材をご紹介していただきたいと思っています。有花園の臼井さん、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今回お正月の花材としておすすめのものをお持ちいただいたのでご紹介していきたいと思います。じゃあまず一つ目、はい、これは何でしょう。ロウバイと言います。これはおすすめの理由、はい、理由、はい、いかがでしょうか。ちょうどあの寒い時期に、はい、お正月の時期に出てくるお花ですね、はい、黄色いお花、ロウをつけたようなお花で、実はバラ科の植物なんですけれども、バラ、そうなんです。お花が梅に似てるので、はい、ロウバイというツヤツヤした梅のような花あと香りがしますね。ね、はい、いい香りが。これ YouTube がね、映像で伝わらないのが本当に残念でならないですけど、うん、水仙の匂いと似てますかね。そうですね、甘い香りがしますね。ね、家に、ね、飾るだけで香りも楽しめると、うん、はい、黄色いお花、結構春はね人気がございますので、うんうんうん、はい、つぼみも可愛いですこう例えばじゃあお正月の松とかにちょっと横に添えたりみたいなのもいいかなって感じですかね、はい、そうですね、松のグリーンととても合うと思います、うん、はい。続きましてですね、こちらは、はい、雲流柳になりますねこれ枝ぶりがすごいです ね、はい、ですね、これで1本でしょ、これやばい、はい、これはどういったおすすめ理由ですか。こちらはですね、お正月時期じゃなくてももちろんありまして、ね、ただ雲流柳、龍が雲へ登っていくような言い伝えがありまして、それで縁起がいいと、あー、なるほど、はい、されております。で1本ちょっと何かに添えるだけで結構かっこよく決まったり確かにこの暴れっぷりが、はい、そうなんですよ、いいんですよね、はい、これやっぱり自然のもの、うん、これ作ろうと思ってもね、そうですね、結構バサッと置いとくだけでかっこいいのと、はいはいはい、すごくお花がついてないだけに持ちがいい、うん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 、で根っこが生えてくるとずっと持っちゃうみたいな、そうですよね、はい、長持ちしますね、はい、例えばこれが家にあったりするとなんかすごいおしゃれな感じもあるよねそっか、縁起がいいんですね。そうですね、ね、はい、確かにそういう意味でお正月には、はい、それ入れていただいて、入れて縁起がいいと、はい、来年はじゃあこう、そう、運気が上がる、運気が上がるみたいな感じですね、はい、3つ目ですね、こちらは、はい、ボケと言います。はい、はい、そのイントネーションそれですかね、ボケどっちですかボケかどっちでもいいか、ボケですかね、ボケですかね、ボケ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 、はい、ボケです。ボケこれはいかがでしょうか、はい、今日短めというか、はい、すっきりしたものですが、うん、もう少し長めのものを買っていただくと、あのロウバイと同じようにすごく枝が広がって、うんうんうん、かっこいい感じですね。これもバラ科です。バラ科梅にやはり、ね、似てるお花ということで、うんうんうん、何科とかって僕はあんまり知らない、うんっていうことが分かりました、うん、私もそんな詳しくはないですが、今の時期見られるお花で、うん、白、ピンク、赤、うんうんうん、オレンジとある感じですね。花言葉的にはそんなにいい花言葉ではないんですが、はい、ただ先駆者という花言葉というか、先駆者、はい、あるんですよ。なぜかと言いますと、はい、織田信長の家紋になってるらしく、ボケが、はい、それで、まあそういった意味で縁起のあるお花、なるほど、ということらしいです。ボケって一気に咲かないというか、うん、例えばこの枝だとすると、うん、これが終わった後にこれ咲いたりするじゃないですか、うんうんうん、桜とかって、うん、梅とかってその枝は一気に咲くけど、うん、ボケって順々に咲いていくというか、うんうんうん、そういう意味でなんか長く楽しめるっていう印象がありますよね、うん、そうですね。こちらは、はい、南天になりますね。南天、はい、赤い実がやっぱり、うん、冬にね、実がなると、うんうんうん、これはでもちょっと大きいですよね。僕これパッと見だと大きくいけるんだったらいいんだけど、うんはい、家庭の中に入れるってちょっと難しくないですか、はい、ご家庭ですとこっから先の実だけ売ってるんですよ、はい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 、そちらは非常に人気ですね、お店でも。そうですって、はい、これこの長さでこれを家に飾れる家は相当家が、うんまあ、家の大きさも関係してくるので、うん、あの大きさとかね、ちょっとなかなかそういう意味でもうきつい、大体の人が弾かれると、はい、けどまあこの赤い実をね、はい、松に合わせたりすると正月らしさと、はいうん、あと難点なので、はい、難を転じる、難を転じる、はい、そっか
はい、これは なんだギャグ難を転じると言われてます。難を転じるね、はい、でも赤がすごい鮮やかで綺麗ですね、うん、このそうです。これ何点もね、赤い実をじゃあ使いましょう、はい、ということでここから僕からちょっと質問コーナーというか、僕からあの臼井さんに質問みたいな感じでちょっとご質問コーナーを設けさせてもらいたいんですけど、はい、まずハボタンについて、はい、すごいいっぱい種類があるじゃないですか、はい、ちょっとそこら辺のちょっとこう解説をしてもらいたい。解説、はい、今日 2,3 種類用意したんだけど、はい、まずこれちょっとでかすぎません？ちょっと大きいですね、はい、これ僕はもう取っちゃいますけど、はい、取ります？取ることもあります、はい、ただ買うときにもうちっちゃいのが、さっきの難点の話じゃないけど、うん、大きいアレンジメントとかには向いてるけれど、はい、ちょっとね、でかいですよね。そうですね、はい、これがでも標準なのかな、大きいのかな、やっぱりこれ、うん、もっと大きいのありますよね。ありますね、はい、キャベツみたいな、はい、だから品種改良して小さいのができたってことなのかな。これはバラみたいだけどバラ科ではない。バラ科ではないですねこれは花じゃないんでしょ。そもそも花ではないですね。花じゃないけど、うん、お花扱いでやるっていうやつです ね、はい、ね、今日もう2種類見てこの差実はこっちの方が高かったり、うん、うん、しますしま す、はい、これは色を吸わせてるわけではないですね。このこれこういうものですか。こういう色です、はい、なので2色ですね、この白と、まあ 赤というか紫というか。最近なんかこうラメつけてたりするのもありますよね。 ありますね、はい、これぐらいが可愛いかなって思います、うんうん、それと昨日1種類用意したのがこちら、これちょっとこの葉っぱがギザギザというか、うんうんうん、フリル付きというか、うんうん、はい、これもちょっとまた別の種類ってことですかね、うん、そうですね。これも色これですか。これやってません？やってないか中はでもないからやってない やってないやってないっていうか、なんか悪い吸わせるの何ですか。染めてないっていう、人工的にね、うん、こうインク吸わせて色をつける場合がお花結構最近よくやるんだけど、うん、 それっぽいけど疑い、ね、違いそうですねなんかこうグラデーションになってね、うん、さっきのと合わせてもいい、うん、ね、こんな種類がいっぱいあるということですね、うん、正月といえば赤松用意しました。実はこれ2種類あるんですよね、うん、こっちが愛知県小田という地方の赤松、うん、これはブランド品みたいです。ちょっと華奢だけど、うん、ちょっと触ってみますか、はい、これは茨城のやつかな、うんうん、ちょっとねこの違いを解説してもらいたい、うん、これはね一応等級でいうと2等級っていうやつなんですね、はいはい、こちらの方はしなやかですね。細いですけれども色も綺麗だったりはします。確かにこの枝肌の色が明るいですよね、うんうん、そうですね、この小田のやつはね、はい、これは確かにこれが色が明るいよね、わかる？これちょっと暗いでしょ。これがこれは評価高いってことなのかなにしましょうか、うん、しましょうかちょっとこっちの方が色白っていうことですよね、うん、これはだからなんかすごい一番いいなと思いました。確かにこの色枝のところも、うんうん、時間の経過にもよるんだけど開いてきちゃう、これもそうだけど、うん、そうですね、はい、葉っぱがこう開いてきちゃうと、うんうん、ちょっと散漫というか、うん、シャープさがこっちの方があるみたいなのも分かりますかね、うん、そうですね、こっちの方が詰まってるようにはこう立ってるというかね、はい、そうですね、葉がね、はい、葉が立ってるみたいな感じのはかっこいいですよね、うん、緑の色が。葉の色はどうですかね。やや明るい気はします、はい、気はしますね、確かに、はい、いやこれはでも私たちでこのレベルなので多分これ見られてる方にはさ、 A4 と A5 の肉をさどうこう言ってるみたいな、ね、A4 も A5 もうまいよねっていうのとそうそうです、ね、多分似たような話で、はい、まあでも両方ともこれは物は悪くないからっていう、はい、そうい う、うん、こうハイレベルな争いというか、うん、なんでねそんな感じでちょっと今日花材のことについていろいろお話をしていただきましたけど、最近のこうお花屋さんの感じってどうなのかなって、はい、お伺いしたいなと思うんですけど、はい、いかがですか。そうですね、はい、季節を問わずあの、はい、枝物を非常に好まれる方が増えていらっしゃいますね、はい、意外なんですけど、はい、あ、そうですか、はい、小さなものから、まあ、
大きな花瓶に生ける方様々なんですけれども、やはり持ちがいいっていうのと、まあ、それを挿しただけで様になる、インテリアになるっていうところが大きいのかなという印象は受けますね。もうお花ではなく枝何かありますかっていう探しになっている方は一年中いらっしゃいます。そういう方が増えたってことですか。はい、そうですね、はい、いろいろお話、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、はい、ちょっと季節ごとぐらいに来て、ね、いろいろ紹介していただければと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。